はいじゃあ改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい今回は大石大石正希さんでインタビューしたいと思います。はいはいじゃあではですねじゃあ大石さんのまずは夢について聞かせてもらってもいいですか？はい、えー、自分は今大学3年生なんですけど、えー、夢というかやりたいこと、えー、っとしてましましてはえっとボランティアを仕事にしたい いうのを思っててまして主に海外ボランティアとかスタディーツアーとかそういうものなんですけれども、えー、まあボランティアでお金を稼ぐっていうちょっと矛盾しているようなことに挑戦しようかなと思っていて、まあ、大学ではこう教職課程もとっているので、まあ、教育っていうものにも興味があって。 でそれをうまく掛け合わせて、まあ、国際協力とか社会貢献と教育みたいなものをこう同時にしていきたいなと思っています。で、その中でこう子どもたちにこう当たり前を崩すようなきっかけを作ってあげてこうそれをなんか進路選択だったりとか人生の意思決定に役立ててもらいたいなっていう感じの教育を目指したいですね。なるほど 何個かいろいろキーワードが出てたような感じがしましたけど、こうボランティアをこう仕事にしていくっていうことだったりとかこう、本当になんかそのボランティアを仕事にするっていうことがこう、教育をね、まあ、その先に教育を変えていきたいって思いがあって、またその先にはその子どもたちの未来の,この選択肢を本当に増やしてあの、ね、本当に子どもたちの未来が本当に活性化していくような未来を作れたらいいなっていうのうに受け取ったんですけども。 なんか実際にその子どもたちの選択肢を増やすっていうところとあの未来の社会イメージとか、もうちょっと聞かせてもらっても大丈夫ですか、はいえー、自分は、えー、子どもの頃から結構夢のない学生というか、夢のない中高生だったんですけれども、えー、親からは割と、えー、将来の就職とか職業の選択肢を増やすために、なんかいい大学に入っていいところに就職しなさいみたいな。 のをまあ言われ続けて、まあ、それも一理あるなとは思うんですけれどもなんか将来の選択肢を増やすことってなんかこう机に向かって必死に勉強することだけじゃないなっていうのを自分の大学生活の中でえ気づいて、えー、まあ自分自身がその大学に入ってからのボランティアっていうその実際に自分の体を動かすこと現地に行くことでこうある意味将来の選択肢が広がったというか人生の道が開けたっていう感覚があって。 でまあ、えー、もちろん勉強することも大切だしいいことだとは思うんですけれどもうんそれだけだとちょっと足りないかなっていうのがこう自分の中で、えー、思ってしまった今の教育の足りない部分みたいなところでそこをこう変えるには、まあ、学校の先生になるのでは少し足りないなと思ってしまってでこう 外部から、学校教育の外側から子どもたちと関わる方法っていうのを今模索中ですね。ありがとうございます。なんかもともと大石さん自身がこう夢がない中で。こう、なんかこう夢を持ってっていう、こう言われるところのこの矛盾っていうところから。かなりその、いろんな活動のこの原動力とかにもなってらっしゃるだな。すごくわかりました。うん、はい。いや、じゃあ、その。 じゃあ子どもたちのこう選択肢がどんどん増やせるような社会をどんどん作っていきたいと、あの石さん言ってたと思うんですけれども、その社会を作るために今、あのどんな目標計画を立ててらっしゃるのかっていうのを教えてもらってもいい、うん、そうですね、えっと、自分としましては、えー、国際協力とか社会貢献っていうところをまあ1つテーマに置いていて、こう発展途上国の子どもたちと日本の子どもたち。 が両方とも適切な人生の選択をできるような環境を作っていきたいなと思っていてそうなると世界規模になってきてこう自分一人じゃどうしてもできないなとか一、まあ、日で世界は変わらないよなっていうのはずっと感じていてこう長期的な目標を持ち続けることであったりとかこう自分の考えがこう価値観考えとか価値観が一致する人と一緒にこう よよりよく世界をよりよく徐々に徐々に変えていきたいなっていうところが、えー、人生かけての今のところの目標なので、えー、来年1年とかは、えー、大学4年生になるんですけれども、まあ、仲間集めであったり、えー、価値観の合う人を探,探したりとか、えーまあ、自分が教えられることがあったらこう教えてあげたりとか。 まあ組織作りであったり、まあ、自分のリーダー経験というところも積みたいなと思っているので、まあ、そうですね、目標や計画はその辺ですね、今のところ。はい、ありがとうございます。いやー、なんかこう、まさにまだ今こう、走り始めたばっかりっていう感じなんですかね。なんか、そういったところもなんかすごく感じて、まあ、本当に今だからこそこう、リーダーのこういう、ね、努力、 なんかその経験つけたりだったりとか、本当に仲間を見よから集めていく段階というところで、なんかすごく楽しみな部分もすごく出てきているなって感じました。はい。じゃあですね、じゃあそれを踏まえてですね、まあ、その目標計画をあの達成するために、今どんなあの活動とか今されてたりとかするか教えてもらってもいいですかはい、えー 自分でボランティアとかツアーを作りたいと思ったときに、こう、もちろん派遣会社みたいなのも今現在あるんですけれども、なんかそこに就職するのもありだなと思ったこともあったんですけど、えー、自分なりのボランティアを作りたいとか、えー、自分なりのツアーを作りたいっていうのがあって、こう自分のこの教育の考え方と、えー、ボランティアで、えー、子供たちになってほしい姿っていうのを、 こう的確にこう作りつつ再現するには、えー、自分なりの考えを反映したボランティアを作らなければならないと思っていて、えー、そのためにはやっぱりこうなんだろうな経営力みたいな、えー、ものも必要になってきて、えー、自分でこうツアーとかを事業として設計していくためにどうしても、えー、経営っても話せないものになってきていて今。 そのために、今所属している NPO では、経営の勉強やチームマネジメントみたいなことを勉強していたり、あとは仲間集めのために、いろんな人と出会おうっていうのを、まず一つ目標にしていて、定期的に旅や国際協力をテーマにしたようなイベントなどを開催していて、 でその中から、えー、同じ価値観の合う人と、えー、お話を繰り返していったりだとか、えー、自分なりにつけた経営の知識だったりを、こういろんな人にこう伝えていったり、とありがとうございますいや。なんかこう、まず内部のこともすごく活動の中でもね、やっぱ強化していきながらっていうのが本当に素晴らしいなと思って聞いてたんですけど。 本当になんか今、本当にしっかり土台をこう作っていきながら、でプラス、ね、こうやっていろんな多角的なところでね、あのー、本当に、ね、イベントとかもこう開いてらっしゃるの本当に素晴らしいなと思って聞いてました。はいえー、じゃあですね、じゃあその今ね、あの本当に子どもたちの,、まああの夢をね、あの夢とか選択肢とか、本当にそれを広げられるような社会を作っていきたいなっていう。 夢をお持ちだったと思うんですけれども、改めて、まあ、その夢を持ったきっかけっていうのもお聞きしても大丈夫ですか、はいえー、本当にさっきも言ったと思うんですけど、自分はもう夢がない、えー、小中高を過ごしてきて、まあ、部活にも打ち込んでたし、まあ、勉強もそこそこだったし、えー、遊びたい盛りの時期はもう遊びまくっていたし、なんか将来のことはどうでもいいと思っていたというか、本当になんか。 大人の人とかに、なんか、将来の夢何って聞かれたらこう、サラリーマンでいいよって言ってたような学生が、こう、大学1年生の夏休みに1人でベトナムに、えー、スタディーツアーに参加して、こう、自分の、えー、体を使ってこう、きっかけを作りに行ったことで、こうあツアーとかボランティアとか、 に興味を持って、あこれを仕事にしたいなっていう、気づいたときにこう自分の人生が動き始めたとか、まあそういうことがあったんで、こうその中でもやっぱりこうベトナムで、えー、出会った孤児院にいた子どもたちとか、病院にいた子どもたちとか、えー、カンボジアで出会った、えー、本当に農村地帯の小学生とか、 こう同じ時代に生きてるのにこう環境が違うだけでこう日本とは全然違う生活をしているな逆に日本人に持ってないものを持ってるなとかえなんかそういうのを感じ取った時にこう日本でこう十何年間生きてきた子どもたちは日本のことしか知らないなって自分がそうだったから多分そうだと思っていてこうそういう意味では日本で。 えー、当たり前になってきたことがこう世界では当たり前じゃないんだよということをこう教えてあげたいっていうのがこう自分がこう活動してきて、えー、感じたきっかけで、えー、そんな、えー、子供たちの出会いからやっぱり教育っていいなって改めて思ったりとか、えーまあ、ボランティアとかツアーとか自分の当たり前をく、えー、覆すっていう発見 は、えー、自分も、えー、親しい、これからの子供たちにもしてほしいなって思ったりするところではあります。はい。ありがとうございます。いや、本当にこう。夢がないっていうところから、こう、まあ、いろんな。なんか、本当にね、ところの外を、こう、取り入れて、なんか、どんどん、こう、気づいたからこその発信したい思いっていうのが、本当になんか素晴らしいと。 いやでもこういろいろ今こう選択肢はいっぱいあるわけじゃないですか教育であったりとかあのボランティアだったりとかで、ね、まあだけどやっぱりなぜそこの中でやっぱボランティアであったりとか教育っていうところにこうフォーカスしたのかなっていうのがちょっと気になったので教えてもらってもいいですかいやもともと自分がボランティアとかツアーに参加したきっかけっていうのがまあ えー、まあ大学での授業内で、えー、まあ先輩が、えー、こういうボランティアに参加してきましたっていう報告会が行われたんですけど、まあ、当時自分は興味がなかったんで、まあ、もらったパンフレットをそのまま家のリビングにこう捨てといたというか置いといたんですけどまあ、あの母親がこのあんたこれ行きなさいっていうことで、えー、まあ反強制的に参加させられてまあ 個人的にはいいきっかけになったなって思ってるんですけど、そうですね、背景としてはそんな感じのことがあって、でもその中からこう自分なりにこう学び得たものとか、うそういう出会いがあったので、1回目、母親に背中を押されて海外に飛んでからは、2回目以降はえ自分でここに行きたいんだ、あそこに行きたいんだっていうのをこう言えるようになって。 えー、母親的にもなんか、あの時私が背中を押したから、あんた今こうなってるんだよみたいなことを言ってたりするんで、<laughs> えーまあ、きっかけはどこにあるかわからないなっていうのをずっと思っていて、まあ、あの法律の授業で、えー、ボランティアの報告会を受けたんですけど、法律の授業を取ってなかったらこんなことになってなかったし、パンフレットを途中で捨ててたらこんなことにはなってなかったし。 母親がそれを見つけなかったらこんなことにはならなかったしっていう、こうまあ、奇跡の連続がこう積み重なって今の自分があると思っていて、こういうきっかけをこう拾うか拾わないかはこう子供次第というか、その人次第だと思うんですけれども、こう常に与え続けるというかこうなかったらこう起きないきっかけとかは全然あると思っていて。 こう報告会やらなかったら、まずそもそもそんなことは起きないしとか、法律の授業を取ってなかったら、その授業参加してないしとか、いろいろあると思うんですけど、それは悲しいなと思っていて、常にこう誰が取るかは分からないけど、誰かが取ってほしいきっかけっていうのをこう与え続けたいっていうのが、自分のえつないでもらったこうきっかけから、 誰かにつないであげたいなっていう思いはあったりします。なるほどなんかこうこの夢がないっていうところからこ,うここの今の夢に至るっていうところまではこう親のねなんか最初は後押しからだったりとか本当になんか本当にそういった授業のねふいになその授業の本当に心地からっていうところで本当にそのきっかけ一つ一つ ね、逆にこう大事になんかできるおいしさんだからこそ掴めたものもあるんじゃないかなってちょっと話を聞きながら私もちょっと思って、はい、だからこうなんかさっきの話を聞いててもなんかやっぱりそのきっかけっていうのが本当どこに落ちてるか分かんないっていうのをすごく理解してるからこそなんか本当にその一瞬一瞬こうすごく集中してね活動してる大石ささもいるんだなっていうのすごく感じました。はい いやーそうですね、いや本当に、そのずっと今、ちょっと聞いててあ、そうですね、ちょっとあのー、気になったんですけど、あのずっとこの夢がないっていうその問題意識っていうのは、結構もう、幼少期とかちっちゃい時から持たれてたんですかそうですね、なんかこう大学に入ってからこう意識を持ったんですけどえ、例えば留学とかボランティアとか、それこそ参加して、こう そういう人たちと、この後どうして行きたいみたいな話をしたときに、いや、普通に就職かなとか、まあ、このまま勉強を続けて、まあ、適当なところに就活して就職するよみたいなことを聞いたときに、え、ボランティアとか留学の経験って、じゃあ、どこに生かされるのっなったときに、いや、エントリーシートとかに書けるからとか、自己紹介文書けるからみたいなことを、こう、言われたときに、なんか、 こうまあ、ある意味自分がめちゃめちゃボランティアが好きだったというか東南アジアとかこう発展途上国の感覚が好きでこ,うこれからも関わり続けていきたいなって思ってた時だったからあそうなんだみたいな <laughs> こう好きだから好きなことを仕事にしたいって思った自分と比べてこうまあ普通に小中高大と進んできて まあそのまま就活するっしょみたいなこう流れをこう聞いたときに、みんなのやりたいことって本当にそうなのかなみたいな。なんでボランティアとかツアーとか参加したのじゃみたいなのを感じてしまって、本当にやりたいことを追い求められる環境とか仲間とか、そういうものがなかったらまあ気づけないよなというか、 こう自然的にこう諦めちゃうよなっていうのをめちゃめちゃ感じていてこう自分も多分今所属している環境に出会っていなかったら多分もうボランティアに参加することに限界を感じていたんでこうもうボランティアやめようかなって思ってしまったと思うんですよねでも今いる環境の人に出会えたからこうボランティアを仕事にしたいんだっていう話をしたら なんかえー、それめちゃめちゃいいねみたいなリアクションが返ってきたりして、どうやって続けていこうかみたいなことを今一緒に、えー、やっていけているのでそう、そういう環境に出会わないことがこう夢をこう諦めていくというかこう、続かないことになるんじゃないかなと思っていて、本当にプロ野球選手とかもそうだと思うんですけど、子どもの頃野球がめちゃめちゃ好きで。 でも、なんでプロ野球選手を諦めちゃうかみたいなのだと、いい指導者とか、目的意識をこう強く持てている仲間とかに、出会えていたら続いたかもしれないけど、どんなに強く思っていても、一人じゃ野球はできないしとか、なんかそういうことが起きて、本当に好きなことを諦めていくえ子どもたちが多いんじゃないかな、これから先も、みたいな。 はまあ大学に入ってからこうボランティアを通じてこういろんな人とえ将来について話していく上でが問題意識を持ったっていうのはここからあったりします。なるほどありがとうございます。いや本当にこうボランティアとかこう大学の時からまあいろいろ活動もし始めてなんかその活動をしていく中でやっぱりこうなんですかね。 ういなんかこう就職活動にこう有利だったりとか,なんかそういったところの理由で、ね、なんかみんなこうその目の前のことに暴殺されていくなんかところがすごくまあ印象的だったからやっぱそこにすごくなんかこう問題意識を感じてこうおゆさんの中でこう本当に大事なのは本当に夢とか本当に目的意識を本当に持っていった中でのこう活動を なんか一緒にやっていけるような、なんか仲間っていうのが本当に大事だっていうのはすごくなんか僕も聞いてて、なんか共感できたので、はい、なんか本当に素晴らしいなと思って聞いてました。はい。じゃあですね。ではでは、じゃあ、じゃあ最後の質問に行きたいと思いますね。はい。はい、いや、本当にこう、今日のね、インタビュー、あの、聞いてですね、まあ本当にこう、夢を持った本当に仲間たちと、本当にこう、 同じね、本当目標を持ってそして本当にその夢をこう本当にねあの溢れて本当選択肢もね本当人生の選択肢をこう増やせれるような社会を作りたいっていうこの思いっていうのはなんか今後のなんか未来にとっても僕は素晴らしいなって思って聞いていたんですけども本当になかなか夢を持てなかったりとか今そうやってくすぶっている若者とか。で この世界を見てもやっぱりそういう人たちもたくさん環境も整ってない人たちもいっぱいいると思うんですよね。なので本当にそういう人たちに向けて最後一言メッセージいただいてもいいですか。はい、えー、メッセージ。えー、自分ももともと大学に入った時は、えー、こんなことになると思ってなかったしこうそもそもボランティアっていうものを知らなかったっていうところがあって。 そのまま知らなかったらこう社会のレールだったりとか人生のレールに乗ったままの人生を送っていたなと思っていてこうきっかけをつかみに行ってほしいっていうのがあっていろんなことを知りに行ってほしいこ,うこれから大学に入ってくるような子たちにはこう今までと違った生活が待っていてこうどんどん世界は広がっていくと思っているのでこう今をずっと 全力で生き続けてててほしいっていっっうのがあってもちろん先のこととか過去のこととか、えー、見据えたりとか振り返ったりとかもちろん大事だと思うんですけどこう今自分の好きなこととか感情とかこう心に任せて、えー、一個一個選択してやってほしいな多分その先に多分明るい未来だったり楽しい未来っていうのは待ってると思ったりしています。 はい、ありがとうございます。本当になんか本当、みんなね、なかなかきっかけがつかめないこう世の中だからこそ、本当にこうやってきっかけを発信できるおいしさんが本当に素敵だなと思って、今日のインタビュー聞いてました。はい、じゃあでは、あのー、今回は、おいしょ、正きさんですね、にインタビューいたしました。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。